間にもオートマチックにかかるような感じでした。待ってた感じ。待った感じ。何にもしない。下。下。高いと止めて当たりを待つ。チャリコがすごいよね。タイのこんな合流者ってすごいから、はい、手についてきたんだよ。それが当たらない時に止めて待ってる。あ、じゃあそれが当たってる時はもうずっともう動かさないと、ずっとすぐなんだよ。
ないので、感度重視で、タングステンの登りを、やっぱ全然違うんですよ、ね、元々感度、そこの感度。あと、餌のあれだし、タングステン軽いので、ちょっと重たければまだ餌が、じわーっと効いてみて。まだ餌が持ってますし、つるつるっとこう来るようになったら餌がない、まあ、その辺も頑張りよりもより楽しているのがよくわかる。紛らわしいぐらい感度が出てるというか、まあ、重りもタングステンですからね。竿も今回の新しいカーに HS のロープウェイのカーに HS のメタルラッシュ、まあ当然メタルトップは非常に当たりを増幅してくれる、細かい当たりを増幅してくれる、まあ、結局、まあ、小さい本当にたる糸がたるんでて、たるませ釣りって川木釣りでやってるじゃないですか。たるんでてもやっぱり増幅してくれればブースター効果で糸張ってて当たりが伝わるのは当たり前なんですけど、当たりでもそのブースター効果があるから手元まで当たり、当然目でも当たるっていう部分もメタルトップ、だからあと素材的にも頑張って筆竿を川萩竿では使ってなかったワンランク上の素材を使って、あとカーボンガイド AGS があります、まあ、当然竿自体軽量化っていうところもあるんですけど、このガイド自体は、ガイドの感度って皆さん気にしてなかったと思うんですけど、ガイドのたわみ、チタンっていうのは軽いんですけど、たわみじゃないですか。そういう部分でいうと感度を伝えるという意味では非常に剛性の高いカーブなので、感度そこにも影響してる。だからね、すごい今まで10年ぶりぐらい、それぐらい軽い 69g、 まあ今までの 70g、 76g、 80g っていうのはまあ特化して考えて、あとまあデザイン的にも非常にこういう乗り合い線である程度皆さん並んで釣るじゃないですか、高級感のあるあしらいとかですね、まあ、これちょっとやらしい色も使いつつ、あ、台湾のいいの持ってるなみたいな、まあ、超過かと思わないとね、なかなかあれもあるんですけど、そういった部分で、いろんな部分で買っても満足して、当然使っても満足して、まあ久しぶりにこうちょっと飛び抜けた、あの次のステージがに一歩上がったかな、竿の仕上がりになってますので、ぜひ皆さん、なかなかね、安い竿もないんですけど、機会あれば、ぜひ手に使っていただいたら、ちょっとびっくりすると思います、これは、感度はですね。だから、やっぱり当たりじゃない、回転をコトコトやって、前の当たりに感じちゃう、この言葉って極限が出た時に同じ言葉があるんですけど、もうで曲が出てから10年近く経ちますから、皆さんの感度がだんだんその曲に慣れちゃって、ベースがね上がっちゃってるんですよ。だけど今回はこの人のまたベースがちょっと上がった、よりもっとボトム下の海中の状況がよく分かる、ここは最初は戸惑うかもしれないんですけど、それは慣れればめちゃめちゃ強いよ。トラギサーだっても合わさない、本あたりのカット川張りが振った竿あたりを確実に掛け合わせて餌捕らえたっていう感覚もすごくよく分かります。というのは、まあ、今曲で使ってるので多分一本もう一本水中の中が見えるという感覚とは間違いないです。ぜひ使ってください。今回ちょっと
ザ・カワハギザ・オズというタイプなんですけど、それに変えて、まあ、中尾森をちょっと上にして、ちょっとキャストをして、ゆっくりこう中尾森を揺らしながら横に錆びてくる感じで止める。でふわっとこう仕掛けをなじませた時に出たあたりをかけ合わせて、それでヒットします。ちょっと下2つ餌捕らえて最後の食わしてみたいですね。よいしょ、食いたけよ。食いたけないけど、ね、非常に浅場でもでかいカワハギをいなしてくれるので。おーおーしよう。おー、ナイスサイズ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 。まあ、非常に浅場でも、ね、1,2,3 のタメが効くので、こんなでかいやつ難なく竹岡サイズ25、ピラピラを感じながら、カワハギ釣りとかなくてはならない。個人的にもやっぱり、ね、いろい
ろいろね、人によってはそのあんまりこれ使わないよねっていう方いらっしゃると思うんですけど、川口でどうしてもクラッチをオフして、オンしてちょいちょいって負ける。普通はこうオン、オフ、オン、もしくはオン、オフしたらハンドルでクラッチをしてたんですけど、スマックというのはクラッチオフしてオンして、ここまではね、当たり前。ここからちょいちょいちょいと、このレバーを押すことで、時計が取れちゃう。当たりを逃さず、糸の出し入れが、スムーズに。これ僕ね、やっぱり、このありがたさがね、感じて、こう、非常に感じて、スマックないリールを使って、スマック、普段スマック使ってるんで、ないリールを使うと、なんか押しちゃうんですよね。っていうところで、やっぱり自分の釣り方です。これがもう一連の動作になってるから、これは絶対なくてはならない。まあ 210g ちょっと重たいな、だからエアドの方がいいっていうのを出したんですけど、170ほぼ同じ重量になってスパッと出る。まあ竿の AGS の軽量化とともにですね、セットというこれさらにちょっとアップが違いないし、まあいずれにしてもスマックレートチューニング、いろんな部分でチューニングアップされて、ぜひ使ってみてください。仕掛けについては、まあ、特に針については僕は比較的、まあ、スピード、生え掛け系のタイプとフック、ハゲバリ系のタイプを混ぜて基本的に使うようにしています。で両方混ぜておいてどっちにかかるかっていうところ、例えば、ハゲバリの方はフックですね、フックの方は餌を取られてスピードにかかってきた、もしくは、逆にスピードの方が餌取られてフックの方にかかってきた、いや、これ両方とも餌残ってきて一発目のファーストコンタクトで釣れた、その針がスピード系なのかフック系、ハゲバリ系なのかっていうのを 見極めながら混ぜといて、その時かかってくる方、餌取られる方は除外してかかった方に注目して、それを3本の仕掛けですから2対1で混ぜる、もしくは全部揃える。だけどポイントとしてはやっぱり常にこうカワハギの状況って食い方って変わってくるじゃないですか、潮の流れが変わるように、ですから混ぜてやるというところが一つ結構肝になってきて、あとはハリスの長さですよね。これは、今回メインは6センチから7センチの間で多少こうハリス止めになってますよね、止め方を変えながら食いしぶりでバレたなと思ったら6センチぐらい止めてて、なると思ったら7センチ。7センチは針使って、糸継ぎを使ったんですけど、目いっぱいに止めたり、それで餌取られたら5センチ。止めるところを変えながらですね。あと、ハリスの太さの違いのパターンもありますから、その辺をうまく混ぜて、釣れた魚がどの針に食ったのか、どの形状とどの長さに食ったのかっていうのをチェックしながら混ぜて、たり、パターンが見えてきたらそれに全部変える。いろいろこう考え出すとね、きりないんですけど、逆にそれはそれでその自分の状況に合わせた一番ベストマッチはどれなのかっていうのを探りながらやっていこう、針を合わせる面白さっていうのも絶対あると思うので、その辺もね結構川釣りの楽しみだと思いますので、ただ基本は僕は混ぜ針、混ぜといて絞っていくで針に調整します。今日一日、釣りをしてみて、まあ、竹岡のポイント自体始まったのが、まあ、つい最近で、まあ、初期って結構型のいいのと、ちょうどだんだんあのワッペンが出だしてこう混ざり合ってくる、ちょうど今その時期なんですけど、まさにそんな感じでしたよね。まあ、28センチ、9センチ近い
デカハギから本当に10センチクラスのワンペンまでこう混ざり合って非常に難しい。だけど魚はそれなりに入ってるので、ね、餌はバンバン取られるというところで今一番川合釣りの面白い時期だと思うんですよ。で当然ながら大きい川ハギというのはゆっくりある程度ゆっくり見せて周期なんかをつけてたるませするので攻めて振った当たりを放せる。逆に小さいワッペンっていうのはちょっと重りを切ってゆっくり誘って当たったところでちょっと止めてかかったところを乗せていく振ったところを乗せていく展開になったと思います。まあ、これからどんどんシーズンが深まってくるとまたさらに天気が今ちょっと安定してますけどちょっと台風とか来るとまたガーッとこうかき回されて浅場にいたカワハギたちが水温がガッと下がりますからそうするとまたギューッとこう竹岡沖に集結してくる。まあ、さらにまたそのでかいのと小さいのが混じり合って数も狙えるし非常に面白い時期。今ちょうど走りだと思うんですよね。どんどん突入してくるのかな。まあそんな感じで、まあ、僕自身も結構いろんな釣り方周期をつけてふわふわしてガガガガッとタパタパし、まあ、速い魚それで餌取られちゃうとちょっと重りを切ってゆっくりふわふわさせてケッとカチッとコンタクトしてきたら止めて食わせて、まあ、両方の釣りをうまくコンビネーションしてかけているのがこの時期のチョークアップのポイントだと思いますけど、まあ、当然釣り方によって柔らかめの竿固めの竿っていうのをまあうまく使い分けながら針筋の長さ針の形あたりを、まあ、混ぜながら絞り込んで食ってる方に絞り込んでいくような釣り方が、まあ、一番まあ、幅広くカワハギの対応状況に対応しつつ、まあ、パターンが見えてきたらそこに絞り込む釣り方をしているんだけど、まあ、確実に釣果が上がっていくんじゃないかなと思います。まあまあ今年も、ね、去年に引き続きカワハギの数は多そうなのでこれからシーズン楽しみだと思います。皆様もぜひ、まあ、今回台湾の新しいタグを使って、まあ、これからスタートになります。ぜひ楽しんで